さんこんばんは、くだまつ翔です。今回はですね、ちょっと前回の船船外機に引き続き小さな2人乗り用かなの手漕ぎボートっていうのが、ちょっと見つけてしまったので、そちらをちょっと引き取りに来ました。購入して引き取りに来ました。それで明日、そのボートを使って早速イカ釣りに行きたいと思いますので、そちらの様子をお届けしていきたいと思います。今回はボートを、運ぶところ、そしてそこからイカ釣りに行っていきたいと思います。それでは行ってきましょう。はい、こちらの船です。わかりにくいけどこれが手漕ぎボートになってますんで、こちらを今から軽トラックに積んで乗せて運んでいきたいと思います。うわー、大丈夫か。おー、上がった上がった。おー、怖っ。すごいなこれ。おいおいおい、これこのままでいいですか。はあ、はあ、うお、怖っ怖っ。うお、すげえ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 。乗る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 。うお、完成。 Let's go。 はい、おはようございます。というわけで、次の日やってきました。朝の5時です。今、こんな明るいんですよ。もう船をね、昨日買った船を早速海に浮かべてきました。ちょっとご覧いただきましょう。はい、このように男2人の力でギリギリ持てるかなっていうぐらいの重さなんで、まあ今から初乗りしてちょっとあっちのこの沖の方まで手漕ぎで行っていきたいと思います。はい、というわけで早速初乗車しました。皆さん、もう船の上で、海の上です。今からこれなんていうんですか、オールで知らないですか、翔さん。多分オールって言います。オールで、漕いでいきたいと思います。お願いします。なんて言っても初めてなんで、無事たどり着けるか分かりませんが、楽しい動画になるように頑張ってイカ釣っていきたいと思います。行きましょう。じゃあ完璧や。あっちに前に進みたいときは逆かな。ん、どっち。こうか、こうか。翔さん、手漕ぎは初ですか。いや、子供の頃に和船競争っていうのがあったんですよ、地元の島で。はいはい。和船なんで船の競争。はい、はいはいはい。で、それでやってました、手漕ぎで。はい。へえ。こんなんじゃない、こんなん。ああ、両サイドで。なるほど。こんなん。じゃあちょっと漕ぎ方を思い出してもらって。はい。ちょっとこれ一つ言っていいですか。はい。そんな進まない。翔さん進んでないです、さっきから。進んでますよ。見てください。ああ、そうですね。一応陸離れてはいますね。じゃあ前に進んでるということで。はい。大体3時間後に釣り始めるから。楽しいっすね、でも。翔さん3時間後雨降ってきます。雨降ってきますね。もうちょっと早めにお願いします。お、進めます進めます。あ、いいですよいいですよ。だいぶ容量を掴んできましたね。お、いいよ。1、2、1、2。翔さん、あれじゃないですか、
逆にこいだ方がいいでしょう。はい、そんな感じじゃん。切り替えましょう。背を向けます。ですね。あ、進行方があっちか。沖に行きましょう。これエンジン買いましょう。諦めが早い。エンジン買った方がいいです。手取りは切りがないです。なんですか。じゃあ船外機をちょっと仕入れておいてください。はい、新しく買いましょう。喋、りに集中できないですね。なんかやってて、1万円台ってあったの。お、そんなもんであるんですか。調べたら、2馬力とか、はいはいはい、0.9 馬力とか。ちょっとじゃあ船外機楽しみしてます。あ、でも目的地が全然違う。翔さんどこ目指してるんですか今。右です。もっと右。右？逆方向です。こっちか。あのテトラポットの、はいはいはい、奥を。あ、なるほど。でも風もなくていいですね。最高ですよ。あと雨が降ってしまう。ねえ、あのこのテトラポットの先をに行きたいわけですね。そうですね。時間はたっぷりあるんで。はい、なんとか10分かからずで到着しました。皆さん、さっきあのちょっと見える建物、あそこのところから今漕いできたんですよ。漕いでようやくここまでたどり着きました。なので、早速ねイカを釣っていきたいんですけど、いや釣りましょうか。もう今日はね、僕のねオリジナルのエギ、オリジナルじゃない。切れちゃった。切れちゃった。取れた。取れちゃいました。最悪や。まあそんなことはね気にせんでいいっすよ。はい、なので僕のお気に入りのエギ、黒、ピンク、赤、これ僕ちょっと気に入ってるんで、早速イカ釣りしていきたいんですけど、これ怖いっすね。なんかちょっと揺れますね。これつけて、さあ1投目いっていきたいと思います。おい、イカさん釣れてください。お願いします。島の皆さん、おはようございます。イカさん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。じゃあ釣れますかね。頑張るぞ。あ、2投目、はい、いいとこっすよ。釣りますよ。さあ、まだ5時半になってないですね。5時、乗ってますか。5時45分。あ、もうそんななってるんですか。早っ。いい時間っすよ。釣れろ、マジで釣れろ。懐かしいな、今年僕まだ1回も釣ってないんですよ。あ、釣ってないんですか。今年全然行ってないですけど、忙しかったですもんね。まあこの船ね、ちっちゃいボート買ったんで、これエンジンつけてもいいっすよね。マジでここにちっちゃいエンジンつけて、そしたらスキーに行けますからね。来た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 。マジ来た。マジ、あ、マジ、あ、あ、これはこれは絶対引っかかった。微動だにしない。絶対引っかかった、これ。おいおい、引っかかりました。マジで引っかかってるっす。どっち、イカに。あ、外れた外れた外れた。イカかもしれないっす、マジで。おいおいおい、釣れた。これは、あー、寝掛かりっすね。翔さん、でも今いい感覚でしたよ。あのイカが釣れる時って、あの本当引っかかった感覚と一緒で、あ、引っかかったと思ったらイカが来てるみたいな。なるほど。気にせず行きましょう。どんどん投げないと釣れないんで。コウイカとかはね、寝掛かりしたって感じですもんね。コウイカ、あの引きが面白くないんですよね。ダメですか、コウイカは。一回引いてなんかすぐ諦めちゃうんで、あいつ。あ、水イカはそこからギュンギュンギュンって、ね、なるほど、持っていくんですね。それがいいですよ。それを一回味わっちゃったんで。なるほど。
活がハマっちゃったんですよね。なのに今年は何倍？今年ならゼロです。ゼロですね。釣りましょう。おお、違うよ。イカ触りました？いや、多分船がこう流れて、うん、こう液が引っ張られてこう背に上がってる。ああ、なる。そんなクイクイ。じゃあダメですね。ダメ。じゃあダメですね。ちょっと釣ってくれないとちょっと取れ高がないですよね。いや、でもスネーでこう来たっていうのが、そうですね、最高の取れ高なんで、この子が頑張ってくれれば。気持ちいいっすよ。よろしく、よろしく。なんとか沈まないように。ほんとっす。これ難点は水が抜けないんですよね、うん、あ、水入ったら抜けないんですか？はい、水入ったら抜けないです。怖っ。沈む一方です。船長、大丈夫です、任せてください。船長がそんなこと言ったらちょっと泳ぎますね。怖いっす、僕。泳ぎますよ。僕も連れてってください。ちゃんと陸まで。マジで頑張ろう。絶対釣れる。釣れますかね。でもさっきあっち行ったのにもう流されちゃってる。ほんとだ。早い。ましたね、ちょっと風出ましたね。おっ、うわー。匂わせんなー、この海。俺を騙しにかかってんな。この大地が。大地がいると思うんだけどな、マジで。ねえ、いい時間ですよね。いい時間ですよね、今。今日大潮だし。最高なんですよ。最高ですよね。しゃくってます。なんか左の人多くないですか？左の人、なんかしゃくるからでしょ。うまい人。しゃくるから右手でしゃくるんで、左巻きが多いでしょ。でも慣れですよね。慣れですね。こっちがいいですよ。僕ももう小さい頃から右巻きで育ったんで、右しか無理ですね。おじいちゃんに連れてってもらって、うん、時からずっと右なんで、うん、まあ無理して左にする人は。ほんと？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 引っかかった、引っかかった、引っかかった。いや、今、え、ちょっと待って、絡まって、絡まって、絡まって。ちょいそれ、翔さん、僕もさっきなりました。それね、多分船が流されてるからですよ。負けないでしょ。はい、ハプニング。やばいやばいやばい、全然負けない。一回置いて。負けないで。その負けないで。違うから。あれ、どこ引っかかってんのこれ。ん、お、んやばい、混乱してる。あ、こっちだ。こっちから待ってんだ。あら、ハプニング。ショウさん、リール終わったらもうやばいですよ。絶対戻します。ほら、戻った。戻った、よかった。諦めない心ですよ。でも今釣れてましたよ、イカ。本当ですか？釣れてない。まあ、こうやってね、こうやって頑張っていくんですよ、イカ釣りは。地道に、地道にね、何度も投げて意地の一杯を釣れたらお届けします、ね、そうですね、一杯はなんとか釣りましょう。立てんじゃないですか、これ。最高の気持ち。元気ですね、朝から。ありがとうございます。おはようございます。元気が取りですもんね。はい、で、元気だけがだけですか、はい、そんなことないですよ。僕もちょっと翔さんに元気もらいに、ちょっとはるばる高島まで来たんで。ありがとうございます。もしね、元気が欲しい方は僕に会いに来てください。いいんですか？はい、元気にしますよ。仕事の疲れ、恋の悩み、ねえ、そうだよ、まあちょっと厳しいです。え、お、波来てる、波が、いい波来てる。来てます。お、釣れそうです。大丈夫ですか？落ちないでくださいね、はい、海に。しょさん泳げるから。あ、ぬるいっすよ、まだ。水温は？あ、全然大丈夫。大丈夫です。おお、いいしゃくりですね。いや、釣れたいな。めっちゃ流されてるな、でも。マジで。でもいい天気だな。いいっすね。まだ日が昇ってないんで。翔さん。マジ悔しい。あ、取り損ねました。油断してましたね。会話に夢中で、喋りながら。
こうやってたんですよ、しゃくったんですよ。そしたらまさかのイカが来てかかりました。取ってください取ってください、早く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 とか言ってゆっくり巻いてたら、そうそうそう、急に逃げていきました。マジ悔しい。翔さん早く早く言われても俺翔さんの携帯の暗証番号知らんす。すいません、マジですいません。これからスタンバイお願いします。マジ悔しい。絶対お届けしますから。そう、でもあれかもしれないです、僕のカメラマンとしての責任かもしれないですね。ですね、これはね。マジ悔しい。今キュイン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 ってもうずっとキュイン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 って弾いてました。キュインキュイン言ってました。絶対プロ、マジでキュインキュイン言ってました。ここいますよ、マジでいる。あのあ、釣ったらすぐ声かけますんで。ちょっとそうですね、そうですね、お願いします。じゃあマジで来た、マジで来た、来た、かかった、うわ、来た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 、ガチ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 、ちょっとどうする、タモいらん、タモいらん、うわナイス。マジ来た、ショウさんすげえ、最高だぜ。おい、さっきかかってからまだ5分も経っとらんでしょ。炭吐きそうっすね。元気でした、イカ。いや、あの来る気がして、あ、痛い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 、どうしたどうした、針刺さりました、針刺さった。あ、でもイカ釣れたからいいや。マジ最高、釣れたね、マジ最高。ちっちゃいけど可愛い。行きまーす、じゃーん、おー、うわーうわー、釣れましたね。最高、やったぜ。おい、さすが、ちっちゃいけど、ちっちゃいけど一杯は一杯ですよ、真っ黒。うわー、ちょっとこれボート買った甲斐あるんじゃないですか、これ。さあ、どんどん行きましょう。じゃあ、じゃあもう一個、マジよかった。最高、いや僕も嬉しいっす、ありがとうございます。ちょっと連続で次はちょっと大きいの釣りたいですね。そうっすね、ちっちゃすぎるんで。ちょっと子供かなってことは親がいますか。にしても早すぎでしょ、親がいたらね、卵。早すぎでしょ、マジで最高だ。でもこの時期これぐらいのサイズいるんすね。いや、なんか噂ではでかいのがいるんですけど。なんでこんなちっちゃいんですか。まあいいじゃないですか、でも釣れたから。そうですね、すごい、だって今日2ヒット目でしょ。はい、まだ何度投げました、10頭も投げてないでしょ。さすが高島ですね。高島最高ですね。高島やばいですね。でも多分これさっきと同じ方なんじゃないですか。こんぐらいの引きでしたよ。でもありがたいです、お利口さんです。ありがとうね。次大きいの釣りますね、お願いします、はい、ちょっとキロアップ、じゃあもうせっかくも釣ったんで、じゃあ次キロアップ、サイズを目標して、目標にしましょうか。よっしゃよっしゃ、行きましょう、引き続き。めっちゃ炭入ってる。結構来たんすよね、あのスタート地点が、うん、結構ね、もう見えないですよ、見えないですよね、スタート見えないです。手漕ぎでここまで来ましたからね。あっちまで行きましょうか、行ってみます。あの岩の裏側、そこの見えてる、はいはい、はい、でかい島の裏側、はいはい、そこまで攻めてみます。行ってみます。もう怒り、そうそう、即席で作ったんですよね。なんかああいう陸があったんで、はい、漕いで行きましたね。なんか拾いに行ってましたね、石を探して作りました。流れが早かったからですね。そうっすね、なんか止める必要があって。さすが島んち。いかりつ。行きましょうか。移動しまーす。おーい。まだ見えない。いや。マジで出てる。マジで出てる。でかくないっすか。え？でかくないっすか。え？さ。マジ俺危険を犯して、俺危険を犯して、あの船まで取り入ったんですけど。え、ちょっと
かかっとったんじゃないですか。かかってるかもしれない。これは。ちゃんちゃん。マジか。勘弁してくださいよ。ね、今釣れたと思ってました、マジ。うん。マジで今釣れたと思って。持ってってました。はい、あ。2回。すみませんでした。お騒がせしました。さあ。おい、ガチガチした、ガチした。やっぱマジ、マジマジマジ。絶対釣れますか。ちょっと映像が乱れてます。マジかかってます。イカ。ガチ？本当や。でかいでかい。すごい。ちょっと合ってるよ。イカ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 でかい。おぉ、1キロくらいあるんじゃない？キロアップない？すごい。あげる？あげる？大丈夫？おぉー、ナイスナイス。おぉー、決まってー。さすが主役。最高っすね。まあ俺は1匹も釣ってないけど。まあいいや、カメラマンだから今日は許してやろう。だね、うわ元気。ちょっと締めます。チョップいきます。チョップいきます。あ、ちょっとここ締めます。イカさんごめんなさいって言いながらお願いします。本当にすいません。ちょっと色変わります。チョップはい、変わった。ちょっちょっと一発でお願いしてもいいですか。痛いっす。すいません。チョップはい、ありがとうございます。パイナポー。はい、というわけで無事大雨の中帰ってきました。手漕ぎボート初体験、そしてイカ釣り、なんと2杯釣ることができましたので、最高のボートイカ釣りでした。次は多分エンジンつけます。これじゃきつい。でも楽しかったですね。楽しかったですね。風がね、途中強かったんで。そうですね、雨風が強くて漕ぐのがね。まあでも2杯釣れたんで、楽しいイカ釣りでしたね、マジで。このボートはボートで残しつつ、エンジンはエンジンで買いつつ、いろんなことをちょっとやっていこうかなと思います。以上、はい、今回は手漕ぎボートでイカ釣りでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。